では、大変多数のご参加をいただき、運営委員会の指導を心より御礼申し上げます。都市活動公共フォーラム2014に岡山、本日の10時から17時開催ということで、この岡山大学柴田キャンパスの準校掛けホールをお借りしております。講演が岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、岡山県都市環境会、岡山県学校都市環境委員会、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、専門図書館協議会、日本図書館協議会、日本図書館協会より頂戴しております。またブースの展示が出ておりますが、朝日新聞社、石田陽子、神村製作所、木原、本校、東部図書館技術センター、TIC、フィルムレックス、プリザベーションテクノロジーズジャパン、読売新聞東京本社、アカデミックリソースバイブ株式会社より頂戴しております。また協力としてチームきびだんご、こちらはですね、岡山県内の図書館関係者の有志の方々になります。総勢でもう2、30名の方々がこの開催に対して半年以上かけて協力してきていただきました。改めてこれより御礼申し上げます。本日のプログラムですが、10時45分まで開会の挨拶、共催者等の挨拶をしまして、その後、約1時間、基調講演となります。その後、やや長めの設定ですが、お昼休憩とブースの見学の時間を取っております。そして、13時40分からパネル討論の1、また休憩を挟んでパネル討論の2、そして、17時に終了という見込みになっております。なので、17時半から19時半までの間、岡山駅前にてレセプションを開催いたします。レセプションの方、事前申し込み制となっておりますが、当日の参加も承っております。当日参加したいという方はですね、このようなスタッフバッジ、赤色、赤茶色のスタッフバッジをつけているものに、お申し付けください。基本的には会場にそのままお越しいただいて、その場で手続きしていただければ問題ございません。若干見づらいかもしれませんが、本日のプログラムこのようになっております。この後、瀬戸内市新図書館開設準備室長の島田学さんより、岡山の図書館とその連携、そして課題を、大阪、滋賀、岡山での経験を踏まえてという演題でお話しいただきます。その他パネル討論については、その段階でまた改めてお知らせをしたいと思います。で、大変申し遅れましたが、私、進行役を務めます、都市活動で運営委員会の委員であり、またアカデミックリソースガイド株式会社の岡本と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。で、開会に先立ちまして、いくつか注意点を申し上げたいと思います。事前に申請がない場合ですね、録音や録画、映像や音声の中継というのはご遠慮ください。なお、先ほど申し上げましたように、都市間総合で運営委員会として、このフォーラムの模様をユーストリームを使ってインターネット中継しております。機材等のトラブルがなければ、映像をそのままアーカイブとして残しますので、後日また皆様ご覧いただくことができるようにしております。都市間総合での公式サイト上において、どこから見れるかというのが分かるようにしておりますので、お帰りになられた後もご活用いただければと思います。まあ、その他記録写真撮影等はですね、まあ、皆さん大体図書館関係の方が多くいらっしゃるかと思うので心配はありませんが、まあ、いわゆる著作権法の範囲内においてご利用いただければと思います。もちろん出張報告ですとか参加リポートのためにですね、写真を撮影したいというご要望もおありかと思います。パネリストの方が気にしない限りは、基本的に自由に写真撮影していただいて構いません。ツイッターをお使いの方、ハッシュタグ、シャープ図書館総合編となります。こちらの方もぜひご活用いただければと思います。あと1点、ちょっとこれは多分一部の方々に対するお願いになるかと思いますが、この会場内で e モバイルをお使いに、なられている方がいればですね、もし可能であれば、できれば他社の回線をご利用ください。ユーストリーム中継を e モバイル回線を使っております関係上、この会場内の e モバイルの対応力はないようにしたいと思います。ご協力いただきますと幸いです。先ほど触れましたように、これらの各社様にご協賛いただいております。で、これはあの毎回のお願いではあるのですが、この都市間総合展、基本的に参加費一切無料という形で開催できております。
しかし実際開催にあたっては当然原価がかかってまいります。そういうのを全てほぼカバーしているのは、これだけ協賛者様による協賛金があってのことであります。協賛者、後ろの方にですね、ブースを出展しておりますので、ランチの時間、あるいは午後の休憩時間の間、ぜひブースの方をお回りいただけると幸いです。おかげさまで、地方展開における協賛、大変ご好評いただいておりまして、会を重ねるごとに協賛者も増えております。このような形で協賛者が増えていきますと、地方開催、地方展開の回数も増やしてまいれます。皆様の地域にお邪魔するということをもっともっとやっていけますので、重々ご理解いただければと思います。それではこの後ですね、主催者であります都市間総合展運営委員会委員長の佐藤より皆様に、挨拶をしたいと思います。それではお願いします。今ご紹介いただきました佐藤でございます。都市間総合展フォーラム2024岡山、250名を超える応募でございました。大変な盛況でございます。ありがとうございます。今年からですね、各地の、3月3日から白河において、被災、都市間としての、立場と復興へ向けたもの、そういった内容の展開と、この後また7月や新潟ということです。それぞれの地域にあった内容、それから今現在の話題というのを取り上げながら、こういった展開をしていきたいと思います。実は昨晩、こちらに入りました。そして今日も、タクシーに乗ったんですけど、ちょっと運転手さんに話題を振りま、都市間はどうですかという、私ちょっといつもそういう質問するんですけど、本当に驚きました。岡山県立図書館はこの間ずっと日本一利用者多いですよ。2人の運転手さんがそのように申し上げて、私は別に図書館総合研究委員長とかどうのこうのとかにあって、ただ単に話題として振っただけなんですが、本当に自慢げに話されていた。おそらく2005年からずっと、利用者、そして貸し出し数が非常に多いんではないか。これはどういったところですか。市民の方がそういうことを共有、話題を知っている、共有しているということが非常に、今日の一部のテーマがございます。学校や大学図書館との連携、まさに地域をつなぐ図書館の役割というのをもうここですでに果たしているんではないかなと思っています。もちろん義務としても、私の図書館、最近話題の地の広場というですね、これが果たして本当にもっともっとどのように深めていったらいいのか、図書館の役割というのもっとあるんではないかということをですね、考えながらやっていきたいと思います。図書館総合展は第16回、今年迎えます。皆様のお手元のレジュメの表参にも、もうすでにステージが載っております。この間、例えば図書館の非常に話題になっていることとして、武雄市の図書館、自治体首長がですね、それだけも武雄の人口5万2000人の町にこの4月1日オープン、昨年ですがオープンいたしました。月当初5万人、8万人、市民の倍近い方、もちろん全国からおいでになって、今でも出版会からですね、朝会とか、後継会とか、そういうのが、今月また、他教に行くんだと、一時、職業を含めて、伊藤家さん、とうとう声明を出されたと思うんですけど、やはり放っておけない、あれだけの話題、町おこしとしての図書館というのが一つあるんじゃないか、全ての方がそうではないんですけど、行っておられた方に、我々図書館総合展でも、平田市長、理解を呼びしてありました。それぞれ700名を超える満杯になるんです。途中で、申し込み受付を切るぐらいで、皆さんが行ってきた、出版社の社長の連中、それから聞きますと、あれはあれでありだねっていう、やはり市民に、あれだけ支持されているのを見るとですね、登録が8割超えているとか、いろんな問題もあると思うんですけど、一つの話題として非常にいいんではないか。総合的な空調フォーラム、あるいは行政を巻き込んでですね、フォーラムをやっていきたいと。それには、地域の方の理解、支援があってですね、厳しい予算、財政も含めて、やっていけるんじゃないか。図書館総合展はその、我々は先頭に立ってですね、やっていきたいなと。第16回においても、そのようなテーマをもっと掘り下げたいと思っております。図書館総合展の習慣としてですね、秋の読書週間の後半に開催いたしますけれども、東京、大阪においてですね、そういった幅の広い、あるいは日本全国の図書館に対して、都市会のアピールをしていきたいなと思っています。
ちょっと付け加えますと、今年も都市化総合展の特徴はですね、今大学を中心としてアクティブラーニング、あるいはラーニングコモンズという新しい学習環境が今発足されているんです。MOOCもそうです。そういったところですね、我々も新しいトライ、取り組みですね、アクティブラーニング、あるいはそのラーニングコモンズ、一端を総合展の中で作って、各社の協賛、協力をいただきながら作ってきたのが、これが一つ特徴でございます。もう一つは、図書館流通センターさん、今日谷市会長をお迎えになりますけれども、谷市長に会長です。図書館へのおすすめ本というですね、我々にとって、リアルな本、活字文化、幸福などですね、さらなる展開を、まあ、十数年来厳しい出版業界でございますけれども、もう一度私どもの足元、私たちの足元、図書館を見直そうじゃないか、ブックスタート、あるいはその読みません。そして、いろんなこれからの高齢化社会の図書館の役割というのは非常に大きな障害学習の場にもなりうる、そういったところで出版社に大いにアピールしたい。これまでどちらかというと図書館と出版というのは大変緊張関係がありまして、ね、今言いましたおすすめ本、図書館へぜひとも置いてもらいたい。東京図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館等々ですね、関心を問わず大いにアピールしていきたいと思っています。今年の予防においてはその出版社が多数参加する、言うならばパブリッシャーズストリートを作りたい。ぜひですね、皆さんも手前合わせ、11月の2日から始まります、8日までやりますけど、その中心になる展覧会、3日間でございます。そこにぜひともですね、お伺い、ご応募いただければと思っています。まあ、言いたいこといろいろありますけど、あとに岡山大学副学長、図書館長の奥さんにお話しされるので、私はこれにしたいと思います。最後になりましたけど、講演をいただきました各団体、そしてご協賛をいただきました各企業の方々にお礼を申し上げまして、私の大会の挨拶といたします。ありがとうございました。